衆議院議員会館、第一議員会館で、記者会見をいたしました。玉上さんと石原元都知事、私も末席に列席をさせていただきまして、記者会見を終えてまいりました。先ほど来、例えば今水島さんからも話がありましたが、玉上さんは右翼で怖い人だ、冗談じゃないと思う。皆さんよく考えてください。実績を見ていただきたい。この間の東日本大震災、72時間というこの時間は人間の生死を分けるボーダーライン、72時間以内に自衛隊が救出した人間は1万9000人ですよ。皆さん、1万9000人の人間を72時間以内に自衛隊が救出した。もしこの自衛隊の働きがなかったら、あの東日本大震災の死亡者は倍増していたことになります。しかもその救出に当たっていた自衛隊員の600人近くが自らの家庭も被災して、家族の安否も分からなかった隊員たちなんです。子供の遺体を発見したとき、それが自分の子供ではないかと思いながら、その収集に当たった隊員の気持ちを考えてみていただきたいのでございます。この自衛隊に対して当時の民主党政権、あの戦国義人という官房長官は、この自衛隊を暴力すごくと言ったじゃありませんか。皆さん、どうだ、左翼というのは優しいんですか。左翼というのは優しいんでしょうか。あの村山富市内閣の時に起きた阪神淡路大震災を考えていただきたい。自衛隊の出動を拒否して2000名の人を余分に殺した。これが皆さん優しい政治なんですか。左翼は優しいんですか。そうじゃない。左翼ニヤニヤ笑って耳当たりのいいことだけを言っている、こういう政治は実は怖い政治なんだ。国民に対して残酷な冷酷な政治なんだということをよく考えていただきたい。これは私が勝手なことを言ってるんじゃない。今大きな日本を襲った天災を引いて、この例を引きながら説明しているんです。本当に国の安全を考えたら、例えば尖閣のことを考えたら、戦争になったらどうするんだ、相手がミサイルを撃ってきたら本当に防げるのか、こういうことを考えることが本当の優しさなんじゃないんですか。みんな勘違いしてると思います。ニヤニヤ笑って耳障りの耳当たりのいいことだけを言っていることは本当の優しさではない。最悪の事態を考えて、そして真剣にものを考える。そうすればこの顔立ちは玉上さんのような面魂になる。この面魂は軍人の面魂であるけれども、このいかめしい外見とは裏腹に近寄れば非常にユーモアにあふれて楽しい明るい人です。この人に任せれば、たとえ大きな天災があっても都知事として玉上俊雄があるんじゃないか、それだけで安心感が我々に与えられる。そして外国から来るお客さんにも与えられる。こういう明るくて温かみのある人を我々は都知事に選ぼうじゃありませんか。皆さん、私は横浜でも赤ちょうちんで玉上さんとゆっくり飲んだことがある。赤ちょうちんの似合う男だと思いませんか。こういう人を、本当の日本を思う人、この首都東京の都知事に選びましょう。